Thank you.
ロボルタンクのシンフォニー8のお聴きいただきました。詳細の37分38分でした。でも一気に聴いていただいたと思います。いかがだったでしょうか。3年ぶりなんですけれども、この場で演奏させていただくとは何よりも幸せでございます。じゃあ今日は最後に一曲だけ、そうです、ワンコールをパッと言ってきました。ワンコールをですね、先ほど1曲目で聴きましたモーツァルトの曲をもう一回聴いていただく、同じ曲じゃないんですよ。彼が若い頃作った弦楽器だけのレベルになるという曲の中から感情が中央へ出します。モーツァルトはチェコとね、すごく深い関係がありまして、プラハに来ますとモーツァルトが滞在して、ここでドン・ファンオペラを作曲したとかいう部屋が今あるんですね。私行ってきました。そうですか。それだけチェコでプラハで大切にされているモーツァルト、チェコの生んだ有名なクラシックの作曲家は4名いるということです。1人目が今聴いていただいたドボルタンク、それからスメタナという作曲、それから現在のヤナーシェクといいます。もう1人もです、チェコ人が聴いている、これは文章にあったことをそのままお伝えするんですけど、モーツァルト、チェコの人はオーストリアのモーツァルトをそのくらい愛していた、もうチェコのプラハ全部でモーツァルトを愛していたと言われております。ですからすごくチェコのね、関係がね、深いということでございます。その曲をサンコールで聴いていただきました。リベートメンデフドアの感情楽章です。